サイトウィナーはニュージーランドで生産され、香港ジョッキークラブに登録されていた競争馬。バレーは香港表記とする。4歳にしてようやく競争場デビュー戦を迎え、2007年11月のパナソニックルミックスハンデキャップにフェリックス・コーチーが起乗してデビュー初戦で初勝利を挙げた。デビュー2戦目からはダグラス・ホワイトが 主に起乗し、マイル競争を中心に重装して4勝、2着3回、3着2回、5着1回と安定した成績を残してシーズンを終えて休養に入った。休養を終えて2008年10月に実戦復帰初戦の重賞競争初挑戦となったナショナルデーカップは8着、続く一般競争も9着という結果に終わったが、11月の センテナリーカップをホワイトが起乗して制止6勝目を挙げた。続くインターナショナルマイルトライアルではエジプシャンラーに敗れて2着だったが一番人気で3着となったグッドババに先着している。そしてジソは G1 競争初挑戦となる香港マイルに出走したが8着という結果に終わった。2009年は年明けから 重症戦線を走り、5層して、クイーンズシルバージュビリーカップの4着が最高順位で、目立った成績を残せずにいた。そんな中4月26日のチャンピオンズマイルに、ブレッドプレブルが初起乗して出走することになったが、レース前は、当時重症競争の勝ち倉もなく金層の成績も、目立たないことから11等中最低人気という評価だった。 しかしレースでは、道中2番手でレースを進めて、ゴール前で逃げるエジプシャンナーを捉え、同馬を頭差でかわして一着となり重傷を及び、G1 競争初勝利を挙げた。同時に2009年のブリーダーズカップマイルへの優先出走権を獲得した。その後アジアマイルチャレンジのボーナス獲得がかかる安田。 記念に出走するため同じくサイズ級者に所属するアルマダと共に5月27日に発来日した。そして6月7日の安田記念では道中中断からレースを進めるも最後の直線で伸びを欠いて6着に敗れた。休養を終えて2009年10月のナショナルデーカップから復帰したが6着、続くスナデントロフィーでは8着と不本意な結果が続いた。 11月のインターナショナルマイルトライアルでは2年連続で2着となるも本番の香港マイルでは見せ場なく11着と大敗を喫したその後7戦するがいずれも未勝利だった休養を終えて2010年10月のスナデントロフィーから復帰したが13着続くジョッキークラブマイルでは6着12月の 香港マイルでは7着、1月のスチュワーズカップは8着、2月の香港ゴールドカップは7着と惨敗が続いた。その後、シェアマンズトロフィーでは3着と、構想するも、チャンピオンズマイルでは、エクステンションの7着に敗れた。5月の ATV カップを制止8勝目を挙げ、6月のハッピーバレーバーズでは3着となる。5戦するが、いずれも未勝利となり、 その後現役を引退した。香港の地元グループ性競争については、国際競り名簿基準委員会における、国際格付けではないため HKGG と表記。ありがとうございます。